ただこれだけなんですけど、雪見大福が何枚になったんですよ。雪見大福42周年らしいんですけど、42周年で生雪見大福新登場。うわー、あ、ノーマル雪見大福、本物のノーマルもなんかグランプリ受賞してるじゃないですか、フードなんちゃら。はいはい、結構売れてますよ。出てます、出てます。はい、好調だっていうかな、価格的にはノーマル雪見大福が一番安いです。やっぱり作り慣れてるだけあって安くできんだな。そうなんですよ、冷凍庫は満タンにした方が効率が良くて、冷蔵庫は満タンにしちゃ逆にダメなんですよ。冷凍庫は満タンの方が効率いいんですよね。まあだから雪見大福は満タンにしていいですけど、生雪見大福は満タンにしちゃダメ。はい。